日本語しりとりワードゲームの傑作ワードバスケット。出ました、うだつワクワクドイツゲーム実況プレイ。ワードバスケットはカードでしりとりをしていくゲームです。手札にある言葉からバスケットの中に入っている言葉から手札に入っている言葉で終わる言葉、3文字以上の言葉を作っていきます。言葉を言いながらバスケットに投げていきます。手招き、すると今度は最初に木で始まる言葉から手札にある言葉で終わる言葉をつないでいくといった形のゲームです。特殊なカードもありつつ、いち早く自分の手札を全てなくしたプレイヤーが勝ち。それがこちらワードバスケット。ワードバスケットですか？しりとり。ああ、しりとりってシンプルだけど奥が深いですよね。いやー、私はワードバスケットをやるために生まれてきたと言っても過言ではないぐらいもう大好きです。バッチリです。任せといてください。言葉のカゴ。言葉って入れ物だと思うんですよ。それぞれがそれぞれの魂を込めてそれぞれの意味を持つ。しりとり？ええ、好きですね。特に電車の中で撮るしりなんて最高ですね。ほら、埼京線とかいろいろあるでしょ？ずったんです。私は何を隠そう、しりとりが大好きです。どのぐらい好きかっていうと、なんとしりとりが好きすぎてライブ中にお客さんにしりとりを強要するぐらい大好きです。その時はうんで終わっちゃったんですけど、今回は私が勝ってみせます。頑張るぞ。私、日本語が下手くそなんですよ。ワードバスケットで私からどんな日本語が出てくるか楽しみにしててくださいね。それではワードバスケット1回戦ということでやっていきましょう。よーし。まあ最初の言葉じゃあやっていくので、はい、ここからはもうガチンコだからね。緊張の一瞬だ。よし、じゃあ最初の言葉はこれだ。ムスタート。ムムムムムジナな、仲間。ま、あおお。ま、あ、間違えた。マント。マントじゃないから。間違えたんで。トッポ。トッポ。ほ。ほか。ほかもね。ほっけ。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 けまり。り。貴族。り。料理家。か。あ、突っ込んだら俺できるやこれ。カルタ。おお、ガチだ。カルタ。たい焼き。ききききききゅうきゅう。おいえ、きってきってへってててさてふぐ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 。ああ、さ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 ん、さくら。待って待って待って、リセットさん。待って待って待って、やややややリセットさん。待って待って、みのわ。ああ、あるある。ワンコ。あ、かわいい。神戸。ワンコじゃないからね。神戸。リジ。ベ。へ。へ、変態。いい、いい、いい。ちょ、ちょ、ちょ。いい、いい、いい、いい。リセット1枚。あ、ぬ、ぬってなんだよ。リセット3枚。ね、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 ね。やばくない、終わった。列挙。よう。よう、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 よう。よう、よう。あ、う。海牛、石。終わったー。証拠。あー、あー、まあこんなもんですよ。強いなー、証拠。すごい。やばいな、全然。これはワードバスケット愛をこう証拠をお見せした感じで。強いな。強い。一番最後に証拠。証拠。これが証拠。パシン。やばい。これ。夢中になるな。
全然集中しちゃう。よし、じゃあもう一回戦行こう。はい、次は勝つぞ。ほんとツッコミ入れてる時間ない。全然ツッコミとか考えてないのに全然出せなかった。変態とか言って反応してる間で、ね、もうない無駄だわ。長尾でも勝つっていう時間があるそれが、そうしてる間にガチ勢がガチ勢がどん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 。これ後ろの言葉を考えなきゃいけないのが難しい。難しい難しい。熱いわね。言葉がどんどん出てくる。自分がそう自分が言ったやつにしりとりしなきゃいけないみたいな、ね、うん、いや熱い白熱する。これどのカードが回ってくるかっていうのも結構、うんうんうん、そうだね。確かにそれもあるね。どのタイミング、いいカード、うん、待って、来い来い来い。おお、なるほどなるほど。よし、それじゃあ2回戦いきましょう。はい、じゃあ2回戦こちらのカードからスタート。ふっ、あふふふわふわ、うわふわわ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 わ。やべえ、くくくくくくリセット 5! 5? 熊で、あ、違った、違った、前だぞ。し、し、逆だから上6。あ、6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 、
ビビビビビチクないククククあひだビールルルルルルーター待って待って待ってルーターは赤ルルルスルーターおーリセットさんささない誰誰高校の頃の先生侍いいいいいインポあみくん甘んじて受けようリセットさん生活積み木黄色リーチロードトンビうわあ残念最後の1文字は1つは4文字以上なんで汗が一番やばいやったまだいけるトトトトじゃあトンビああリーチビヒヒかヒヒノワワリセット2枚ユー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 コウ待って待ってお母さんダメだリセット3通った通ったよしよしぬぼんまんにだからリセット1にリセット2枚ダメだリセット3むむってなんだむってねえなむむむむむむしむむしむしむしむむリセット2のののかか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 ねねねねねねねこのってはい手品ああなな長持ちリーチちちちちんこあねやちち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 ょ、待って。チョコレート。わお。
あ、ちげえ。トキ俺、あ、リーチなんだ。リーチだ。リーチって言ってない。あこれ、あれだな。この場合は多分1枚残しないと。あ、1枚残し。トが残る。あ、わかんない。ん混ぜるか。混ぜよ。混ぜよ。混ぜよ。混ぜちゃう。混ぜて。溶け物ってどういうことですか？あるでしょ。日本語として大丈夫でしょ。そうなんですけど。何を想像したの、ゆみちゃん。突起物で。何も想像してないよ。突起物でどんな。はい、次行きましょう。次行きましょう。これだ。カ。カリカモ。あー、やったよ。私はこれからマイルールでちょっと文字数多いやつにでこうみんなの高みのあーすごいしばりセルフしばり余裕のナメプだよナメプだこれがナメプかナメプやナメプだ強いなユミねナメプとかやるやつあの脳みそのなんか右脳と左脳のなんかあの優れてる人がなんかうまいことやるゲームなんだやどっち？わかんない。右脳か。右脳が文字。右脳が。ああなんやったんだけどな小学校。左脳が絵？文系と理系で分かれるね確かに。右脳が。どっち？どっち？どっち？忘れた。どっち？え私はなんか理系の感覚系みたいな。感覚と論理みたいなで分かれてるっていう話を聞きました。そうなんだ。うん、あ確かに絵が上手い人がどっち？感覚感覚か。その文字。すごい、すごい。4文字縛り、自らハードルを上げて。じゃあ私4文字、普段のやつは4文字で、最後のやつは5文字以上に自分をします。すごい、それはすごい。みんな打倒ちゃん弓だ。よし、みんなで頑張ろうな。じゃあラスト。倒そうな。よこの数字からいこう。数字、数字。あ、違う。この文字からいこう。この文字、ま、まん、ま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 、マントヒヒおぉそんなことヒヒ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 ヒ教科書よよよよよよヨーグルあヨーグルコココアララララララランチリセット5わぁ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 かワードバスケットおぉととトだなトだなな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 なナンクルなにナンクル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 よくなかった豆油おゆゆユッケケケリーチケ健康うだつわくわくドイツゲーム実況プレイおおすごい狙ってたリーチイイ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 ガワおおリーチさあリセット5ダメだ2溶けないよニンニクやったーやったーやったー痛いやったー悔しいなーニンニクで勝てるとはよっしゃーニンニクに負けたニンニクいやーこれ本当になんか考えちゃうねえすごい考えちゃうすごい考えちゃうどうよ、イガちゃん。うわ、もうなるだけリセットしないように。どうしよう、どうしよう。頭の文字をずっと全員で。ち、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 言う。ずっと舌打ちしてる方がある。だんだん視線がこうなってくる。ポワ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 。上に何かあるんじゃないか。何か追いつけろか。ユミちゃん、これコツないのコツ。コツ。勝手に言葉が浮かんでくる。先生の才能だ。いやでもね縛ったら勝手に言ってこなかった。やっぱ本とか読んでる人の方が語彙が重いのかもしれないですね。なるほど。本読んでる。全然読んでない。私の考察が恥ずかしい。とまあこんな感じでね、ワードバスケット、
ていうゲームでしたということで、まあこんなまあルール自体はやっぱり分かりやすくてやりやすいと思うので、もうぜひこれはね簡単にプレイできる系のゲームとしてはおすすめなので、まあやってみてくださいということで、じゃあゆみちゃん締めてくれ。おお、ワードバスケット本当面白いんでぜひ遊んでみてください。本当面白いです。どんだけおすすめだよ。大好きで。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ふうこです。きんです。ウラツーワクワクドイツゲーム実況プレイ、チャンネル登録、マイリスト登録よろしくお願いします。YouTube のコメント、Twitter の